だいぶ下まで来たみたいね。あや、最悪なやつと一緒か。それはお互い様でしょ。だと？なんならここでさっきの続きを。それよりもサーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの？カグラ、そうだ、サーヤはどこに？あと前呼び捨て決まりね。それじゃあ急ぎましょう。カグラ、もしもし、応答して。わあ、アンナか。やっとつながった。すごい音がしてたけど何かあったの？サーヤのやつが引っかかってきて、その後変なやつが現れて。わけわかんねえ。とりあえずアヤトの下なのね。カグラ、怪我をしてるなら四角ボタンとバツボタンを同時に押せばブラッドリカバリーで回復できるわ。早く回復しときなさいよ。途中で倒れても置いていくわよ。うっせ、言われなくても今からするつもりだよ。自己回復、本当便利な体ね。でも私はいらないわ。注意怠慢になりそう。お前にはいねえ。結界に閉じ込められてみたいね。周囲の敵を倒せば一緒に消滅するはずよ。キャーキャー逃げ回られなくて助かるぜ。閉じ込めて追い詰められたのが八郎さんってこと？待って待って、キャそう、三角ボタンと丸ボタンの同時押しで強力な技が出せるわ。エクスタシーコンビネーション、エクスタシーゲージが溜まっていれば繰り出せるわね。試してみて。よーく分かってるわ。久々に暴れるわよ。この調子でどんどん行かせてもらう。私に聞かないでくれる？私だってこんな場所初めてよ。全然頼りになんねえな。サーヤならこんな時ちゃんと。ねえ、聞けよ。これなんかやれ。おお、やべ。
城の地下にこんな空間があったなんて。結構な広さよ、ここ。この広さならどんなペットでも飼えるな。ちょっと、いくらなんでもこの広さじゃ持て余すわよ。そんな大きなペットがいるわけ。地面に潜られたら厄介だろ。潜る前に何とかしないと。次は私にやらせろよ。ちょ、幼い。いいからどけって。カグラ！ったく、バカみたいなことしてるからよ。言っておくけど、助ける義理は。それ以上はダメだってば。何？何なの？回復したんじゃないの？なんだ？これ、体がちぎれそうだ。体に入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンI'm not afraid to die.
りすぎると天井崩れるわ。そうさ、崩すんだよ。出口がないなら作るのみ。